はい、どうもアキラです。今回はまたまたエレキギター持ってるんですけど、ディストーションっていうね、前回ご紹介したこれちょっとロックとかで使われるようなジョーンっていう響きがあるんですけど、これ実はめちゃめちゃエモいフレーズも似合うんですよみたいな話をしたいと思います。この動画撮ってる僕はギター歴で言うと20年以上でアコギ中心にやってたんですけど、最近エレキギター買って嬉しくなってこういう動画撮ってます。ってことで早速なんですが、エレキの歪んでるジャーンって音、こういうディストーションって激しい曲とかでよく使われてるイメージがあると思うんですよ。まあ僕はあるんですけど、こうみたいなフレーズとか、ブリッジミュートっていうんですけど、この弦のクッて曲がってるところ、ここに肉球のところをピッて当てて、ってやるとこういう音が出せるんですが、半音をぶつけるアルペジオでこう指で一個一個弾くテクニックがあるんですけど、アルペジオもめちゃめちゃ似合うことが分かりました。ちょっと弾いてみますね。いかがでしょうか。なんか半音がぶつかり合うことで、あの今みたいなちょっとこうエモさが出せるというかね、ディストーションだからこそのなんかエモさみたいなのを僕は感じるんですよね。でこの動画を撮るにあたって、もっとエモいフレーズないかなと思っていろいろ考えてたんですけど、発見したので弾いてみたいと思います。僕イエモンとか好きなんですけど、なんかイエモンの人とかが弾いてそうな雰囲気というか、このここめっちゃエモいなっていうのをちょっと思ったのでご紹介させていただきました。ということで、あの激しい曲でしかディストーションって使えないで僕は思ってたんですけど、意外とアルペジオでも使えるんやなっていうのが分かったのでご紹介させていただきました。今はですね、まあまあ全開でジャーンってかけてるんですけど、ちょっとディストーションのジャーンっていうのを低くしてみますね。カントリーっぽいっていうか、ちょっと弾いてみますね。弾くフレーズによって曲の印象ってだいぶ変わると思うんですけど、ちょっとディストーション効いてるけどクリーンの音も残ってるみたいな、間みたいな音やと、また違う雰囲気が出せるのかななんて思ったりしました。ディストーションって音を歪ませる感じなので、それをどれぐらい歪ませるのかみたいなので、だいぶ印象が変わるんやなっていうことが分かりました。ほんまのエレキ素人なんであんまり語れることはないんですけども、今までこうアコギでやってた曲とかもエレキで歪ましたりして弾くと、なんかまた全然違った感じが出せて面白いなって思ったんで、こんな動画を撮ってみました。はい、ということで僕のチャンネルではこんな感じでギターの話とかを中心に発信してます。たまに弾き語りとかもやってるんで、よかったら他の動画も見てみてください。あと、今日の内容良かったと思っていただければいいねとかチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までありがとうございました。アキラでした。